はいどうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ただ壁キックをするだけ、クリアチェックおよそ1時間30分難しすぎたから修正した。さあ、ただ壁キックをするだけなんだけども、まあまあ地面から離れたら着地しないでゴール。なるほどな、これはえぐいぞ。左向きで、いやもうダメか。これどう行くのがいいんかな。最適解はこうか。あーなるほど、それをずっと続けていく。むず、これは普通にむずいのきたと思いますよ。あー惜しいな。オッケーオッケー。まあなんか慣れれば割と、これ左押しっぱでいけるしね。はい。あーミスったミスった。割とね、ちょっと右の壁のちょっと低めを意識する感じね。はい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 、まあここは大丈夫。下りはそんなに問題なくて、ちょっと待ってよ、こっからも結構ちょっと低め、ちょっと低め。いやーここむずー。ここから何、もうちょっと行ってから、これはちょっと最後はここからの壁キックで届くんかな。うんー、絶妙に届いてないオッケーオッケー、来た来た来た。多分こう上から行った方がなんかいけそうな気はしましたけど、どうなんでしょうか。うわマジか、それすらオッケーオッケー。さ、ここからならどうだか、ちょっとだけ頂点じゃなかった気はしたけど、なるほどな。お、いいんじゃない、この壁キックはいいんじゃないですか。これさすがに届いてほしい。オッケーやっていけましたいや確かに結構難しかった。というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。絶対ズルができない P スイッチ禁止コース、クリア率231分の0。さあやってまいりましょう。今のところクリア者が出ておりません。 P スイッチ禁止コース、まあまあここら辺はまだそんなに難しいことはないかなという印象だね。まあここもいける、まあここも大丈夫で、ここって右押しっぱで越えれはしないかちょっと助走つけながらこうだね。ここもきついな。ここいけるかな。はい、あーミスったー。ダメだ、これ一回ちょっとピーちゃんに切り替えてみるわまあさ、いやいけないよね。いやいけるんじゃないか別に。これそうだよね、こういう作りだよね。これちな、あこっちはいけないんだ、そうなんだでも今の土管とこはいけたね。ここいやちょ、踏んじゃったとしてもさ、踏んじゃったとしても最終的に行くべき場所はだからここの土管なんじゃないの。そういうことじゃないんかな。まあだからこれで土管、そうだね、ちょっとだけズルできたねまあまあまあちょっとしたズルですけどね。まあでもあそこのジャンプがちょっとミスってもいけるっていうのはいい情報で、ここはねツタがある。ここまっすぐ真ん中行かないと押しちゃう。でもこれ仮に押したとしてもさオッケーオッケー、正規ルート的な生き方。あ、でも正規ルート的に成功してきても結局一回 P 押すんだ。そうなんだ。ここでこう抜けちゃって、まあ、ここはしっかりね、ブラックパックンがいますよという。しっかり、ちょっと待って、これね、右を押しとかなきゃいけないんだけど、ちょっと待ってよ、そうなんだよ。右だけをどんだけ押してるつもりでも、そう、どんだけ右しか押してないつもりでも、なんかね、上入力が入っちゃうんだよね、マリオメーカー2。オッケー、行きました。こっからむずそうだね。ここ一回乗るで、ここからこう乗って、こう飛び乗って、こう、オッケー、なんとか行けました。ここはまあ、そんな難しいことはないんじゃない。で、ここ勢いよく行かないと下に落っこちちゃいますよ。ここは走るだけで行けるから、事実上、そんなに難しいことはないのかなという印象だったけども。さあ、オッケー、ここから割とね、もう勢い、割と勢い勝負よ。オッケー、さあ、しっかり飛び越すことができました。USA 何？いや、これで食べジャンプしなくていいしょ。普通に飛んだ方が絶対行きやすいと思いますよ。まあ一応これで進めてるから OK なんじゃないかな。下矢印があったから、これはちっちゃくなるの確定かな。溜めジャンプかなとも思いましたけど、溜めジャンプするより普通に飛んだ方が飛びやすいだろうという感じはしました。OK、行けました。これ取れる？あ、取れるんだ。普通にジャンプするだけで。これ慎重に行かないとね。ちょっと待ってよ。はい、でも鍵ドアってことはワンチャンゴールなんじゃねえかっていう気が。若干してきますけどもさ、鍵ドアに入ることができましたの。まあまあ、ここは大丈夫。気をつけていけばそんなにやられるようなことではない。さあ、これでもう一回裏目を経由して。は？これ自分だけかもわかんないけどさ、こういうさ、結構必死にしっかりジャンプしなきゃいけない時ってさ、初代スキンって、くるんできないじゃないですか。空中で ZR ボタンを押しても。でもなんか、癖で、いつもの癖で、初代スキンのコースでもさ、めっちゃジャンプしなきゃいけない時って、なんか無意識にジャンプ中に ZR ボタンを押しちゃうんだけど、これ自分だけかな。皆さんもそういう方いらっしゃいます。初代スキンのコースでも、
めっちゃジャンプしなきゃいけない場面ではなんか ZR ボタン押しちゃうっていうこれいつもなんか押しちゃうんだよね。だからあのさっきのね、ところの2連の結構大ジャンプのところとかももう欠かさず ZR をなんかね押しちゃうっていう、お話ではございました。こちらコメントでコースリクエストをいただきました。土管洞窟220秒間のスピランです。デカドスンエリアで待機していると時間がなくなります。まあどういうことなんでしょうか。やってまいりましょう。まあ220秒のスピランなの、制限時間っていうかベストタイムは40秒とかなんだ。じゃあそんな本当に220秒かかるコースというわけでもないのかなという印象ですけど、まあとりあえずゴール条件的には、コインが50枚必要。これはどっかが空いてる？あ、ここが空いてるんだ。まあまあ、じゃあここから抜けていけば OK なお話で、まあ、ここまあ上抜ければ別に問題なくて、そこの1コインは取りに行けないね。取りに行きようがないね。一方通行に囲まれてるもんね。まあ何なんだろうね。あ、ここにコインじゃないんだ。1アップキノコなんだ。ゴール条件が稼げるかなと思いきやそうでもなかったね。これキノコじゃない、スター間に合いました。まあとりあえずじゃあスターをいただきながらここら辺のコインを集めていったらまあ条件にはなっていく。ここきついな、ここきついけど、まあこの下まで行けたら OK かな。でここの1コインもまあ取っといた方がいいんだろうね。50コイン全てじゃないもんね。50コイン以上だから多分ね、なんか何個かルートあるんじゃないかなとは思ってるんですよね。でベストタイム的に正直もうクリアできてるぐらいだもんね、ベストタイムの時間的に言うと。でなんかドッスンのところでずっと、あ、デカドッスンのところでなんかずっと待機してたら時間なくなりますよって書いてあったから、この右んとこだと思うんだよ。だからここの右んところをなんかスムーズに行かないといけないんじゃない。これ右行くよね。パラシュートはついていた。なるほどな、全部待たずにこうやって先行けよっていうことなんかな。早めに、ちょっと早めに、トゲに当たんないぐらいの早めを意識して、下に降りていけば、まあまあいい感じでいけます。なんか右壊れたと思ったけど、まああれあんま関係ないか。これ入れる？入れる。で、このドアが一体どこに繋がっているのか。なんか謎のスターランが始まりましたけれども、ゴール条件がまだ全然集まってないので、まだそんなスターランが始まったからといって油断はできねえ。これここのブラックパックン地帯を抜けちゃわないとちょっときつい。あー、ミスった。さあというわけでスターでここやばっ、やっぱトゲコンボがちょっと怖かったですけども、まあまあ取り、まあ3段ジャンプしたらあのコイン取れるけど、それでコインが45枚になるかどうかで、あと2枚か、いやなんかあるんじゃないか、コインは2枚ぐらいはって思うけど、そんなことないんかな。オンオフは切り替えるで合ってんのかどっちなんだろうか、よくわ、え、ここ帰ってきたら意味なくない？ここに帰ってきたらだ、あーなんかオンオフが切り替わったことでなんかルートが変わったみたいなこと？そういうことなんかな。一応220秒スピランではあるもんね。ちょっと進んでみるわ。ここからワン、ツー、三段ジャンプでこの1枚、あ、ここの上？あ、ここ行けるようになりましたよってこと？あと1枚コインあればゴール条件的にはいけるんだけども、さあ赤い土管に入りまして、なんかとんでもねえのが始まったな。というわけでゴリゴリの正規ルート来てますけれども、というわけでこれで入ってくることで、あ、コインがありましたので、これでクリアというお話ではございました。ちょっと一回ベストタイムルート探るわ。だから正規ルートじゃなしに条件、あ、ここ入れないんだ。じゃあでも正規ルートはぴったり50枚だったね。多分ここが入れるんでしょう。ここのブロックの配置が明らかに怪しいなという感じで、 5×10 列分かな。そうだね、ちょうどここに50枚置かれてるんで、これで条件を取りましてからこっち行くのが、多分裏ルートというお話でございました。というわけでご視聴ありがとうございました。本日も動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。